命中ゼロ。坊主センスねえな。ねえ、橘は女だけどな。しかし最後の一発はかすりそうになって。当たってねえもんは当たってねえの。あ、なんだこいつ。どうか別の形式でテストしてください。しょうがねえな。それは G3SS、 まさか合格。ちげえよ、5分だ。俺がこの室内フィールドを銃を持たずに逃げ回る。お前はこいつで俺を仕留めてみせろ。いわゆる鬼ごっこだ。5分以内に弾切れ、もしくは俺を殺せない場合はお前の負け。店長さんも銃を持ってください。丸腰相手を追い詰めて一方的に撃つなど橘の正義に反します。なるほどな。こいつは多分敵を騙し撃ちにしたり一方的に追い詰めたりできねえ、まっすぐで素直なやつなんだ。いいぜ、ハンドガンだけ持ってやる。本当ですか、ありがとうございます。しくじったな松岡。こいつはあの大会には向いてねえよ。橘入ります。いつもと違う形式だが、やっとサバゲーができる。全力で楽しもう。そうだ、この銃、銃弾が一直線に見える。これは、これだったら橘にも勝機はある。やっぱり橘にすごく合った銃だ。絶対手に入れたい。だから絶対に勝ちたい。俺も傭兵の端くれだったが、こんな腕じゃ戦場は愚か、サバゲーでも即ヒットだろうな。なんだこの殺気は。いや、そんなはずは。なんだあいつ。命中率こそないが、確実に的確に俺が隠れてる場所まで。だが俺だって闇雲に逃げ回ってるわけじゃねえ。残り1分、もうそろそろだ。その銃の短所に気づかなければお前の負けだ、橘蛍。さすがに撃ってるだけじゃいくらレーザービームでも当てられないか。いや待てよ、店長の動き、さっきまでと比べ何か違和感がある。わざと橘の視界に入ってきているような。まさか弾の浪費を狙っているのか。弾がなくなれば橘の負けだ。下手に無駄打ちはできが、もう残りわずか。元より使うつもりはねえが、こいつを抜くまでもなかったな。残念ながら今いる位置から俺のところまで全力疾走しても間に合わねえ。残り5秒、終わったな。君、倒すべき相手に貪欲に食らいつく圧倒的センス、それが俺たちの切り札だよ。見つけた。やばい、この感じは昔戦場で味わった殺気そのもの。何なんだこいつ、向いてねえなんてもんじゃねえ。とんだ化け物じゃねえか。負けちゃいました。いやでも久々にサバゲーやったらすっごい楽しかったです。見事店長さんの作戦にはまってしまいましたし、橘は本当にまだまだですね。 ありがとうございました。また機会がありましたら手合わせお願いします。こいつは1,2,3,4 ブリキノダンス。